第5問、ガンナ地区の河川の歴史。河川の歴史、つまり川の歴史です。どんな問題でしょうか。川から農業に使う水を引き込んだり、雨などで増えた排水路の水を川に流す役割を持つ樋門というものがあるんじゃ。樋門はその昔木で作られていたため、地震や洪水などの災害が起きるたびに壊れ、修理も大変だったそうじゃ。大府市に残る樋門の一つ、明神樋門。これは現在のコンクリートができる前の叩きという方法で作られているんじゃが、現在まで残るほどとても頑丈なものができたんじゃ。ここで問題。この叩きで作られた明神樋門は、明治時代に作られたものが今も残っている。丸か×か。さあ、それじゃあ答えていただきましょう。もうあの橋は100年以上経っていると思えば丸、100年、いや明治時代じゃないんじゃないという人は×の方に行っていただきます。ではいきますよ。それでは丸×分かれてください。100年って言われても分かんないですね。分かんないですね。100年、答えはこういうことだったんです。すごい。正解は丸。この明神樋門が作られたのは明治34年、今から118年前なんじゃ。大府市に残る貴重なものなんじゃよ。正解は